うわ、ついや。頼む。オッケー。発注券か。うん。まあよかろう。開始。よし。オッケー。はい、皆さんこんにちは。ピカです。ドラゴンボール大魔王復活やっていくよ。オッケー、そしたらやっていきましょう。まあここら辺はどんなレベルドダケンぐらいにしとけばいいのか。あそこがピラフ城か。え？さてと。ウクレレだらけやの。さすが大昔のゲームだね。まあこれ2作3作ぐらいまであるのかな。フリーザーのとこまであると思うんだが、そうね、まあ、2枚でいいよ。一気に決める。あとね、仲間の使い方もちょっと攻略見て、覚えたよ。193の修行、うん。で、ヤジロベと天津飯ブルマ持ってるんですね。まあ敵との戦闘になったら、もし使いたかったら、カードを選択した後に、B ボタンを押せばいいらしい。うん。だからね、仲間とかね、いっぱい欲しい。ウクレレ、まあ、まあ1枚でいいわ。必殺一発で決めよう。カメハメハ。なんだろう、出やすくなってきたのかな。ちょっと前までじゃんけんばっかりだったのに。仲間くれ。あー、センズか。まあよかろう。で、次はどこだ。これ右かな。3枚。まあ前回ぐらいまでかな。これ捨てるために全部選ぶとか俺やってたけど、まあ使ったカードしか消費しないみたいね。よし。道は合ってるかこれ。仲間くれ。うわ、まあまあまあよかろう。え、俺道間違えてる？ちょっと待って。マップもあったよな。マップ、わからん。なんじゃこりゃ。あれ、カメハウスじゃないか？これ違うわ。道違うわ。っていうか、
上じゃねえの、長い、あのあそこじゃないの、あのあれ日本か、まあそうさ、日本の右上の方じゃないのか。ちょっとそこまでワープじゃ。オッケー、こっち側だよな。新ピラフ城です。悟空がピラフ一味を追ってやってきました。ピラフ城の前、移動、ピラフ城、で入る、でここだが、なになに、ウクレレ、タンバリン、え、何すればいいんだろう。2回行って左か。あった、使うって何、ドラゴンレーダー使えません。進む、おっと、覚悟しなよ。おっと、なんだ、逃げてたのか。進む、今度こそやっつけてやるぞ。移動、左、移動、進む、我が輩の恐ろしさを思い知らせてやる。何何、どこ行けばいいの。違うのかな、移動、進む、おっと、ピラフマシン、戦う、オッケー、40か。まあ一撃でちょっと死んでもらう。ハッシュ剣、オッケー、よっしゃ、計算通り。しかしドラゴンボールはお前なんかに渡せないぞ、と言って逃げ去っていった。ドラゴンレーダーに反応がなくなっちまったぞ。調べる部屋、調べる壁、使うドラゴンレーダー、攻略見ろ。これでウクレレ、戻ればいいのか。出る、移動、進むでいいのか。おっと、進む、ウクレレぶっ殺す。レベル3か。ぐっ、あ、逃げたぞ。死んで。お前でちょっとカード調整させていただく。あ、おいおいおい。いや、なんでお前、なんで1とか2しか出ねえの。当たらん。まあ3枚、
いってよし。さて調べる。異常ないか。よし、わかった。進んで、で、左、進む。おっと、突き当たりだぞ。ここで右か。で、進みまくる。で、やる。まあ、3枚。よし。オッケー。で、ここでまた部屋を探って特に異常はないのか。移動出る。移動進んで、ここはどうなってる？どうなってんのこれ。あー、なるほど。進む。そして右。進んで、お、階段。これでどうなんの？突き当たりまで行くのか。進む。行ってー。後ろ。左。ここで進む。あ、これでいいよな。うん。で、移動右だ。さてと。タンバリン。まだ生きていたのか？今度こそ息の根を止めてくれるわ。ぶっ殺す。カード5枚の勝負を挑んできただと、ま、やるよ。オッケー。あー、ちょっと暑いかもよ。ぐわー、さすがに26か。避けたか？よし、今度はあいつ防御力2だったから結構当たるかもしんね。よし、必殺。オッケー。でも防御力5だ。二重残像剣。会心。よっしゃ。悟空は憎きタンバリンから形見のドラゴンボールを手に入れた。やった、数神中だ。調べる。石像か。壁。何すればいいの？
はあ、なんだよ、石像、ま、何かありそうです。はい、入り口に戻って、え、戻ってしまいました。いいの？ああ、それでいいのか。オッケーオッケー、戻る、出る。悟空は消えたボールのありかを占ってもらうもらいに、占いババの宮殿に向かった。はい、これはね、ちょっとさすがにね、これは次はちょっとね、レベル上げなければいけないような気がする。ちょっとね、レベル上げるね。入っちまったぜ。占いババの宮殿です。消えたボールのことを聞きに悟空がやってきました。宮殿の前、受付のお化けがいます。少々お待ちください。入る。お入りください。占いババがいます。占って欲しければ宝物を持ってくるんじゃな。どんな宝ですか？ちょっとわからん。出る。じゃあ話そうか。少々攻略。あ、カメハウスに向かうか。戻る。違う。戻る。移動出る。そしたら、カメハウスに戻るぜ。南の海に浮かぶカメハウスです。調べる。ポイポイカプセルがあります。取る、ポイポイカプセルで話す。ミガメ、占いババのところに海賊の宝を持っていかねえと、消えたドラゴンボールのありかを教えてくれねえんだ。海賊の宝なら海の中の洞窟にあるって聞いたことありますよ。そしたら話す。ブルマ、海底洞窟ね、面白そうね。孫くん、私がついてってあげるわ。あんたも来るのかよ。チェ、しょうがねえな。これで向かえばいいのかな。移動で、はい、ポペカプセルで、移動、後ろの移動ドア使う。ポイポイカプセルで、悟空とブルマ、ウーロンは潜水艇に乗って海底洞窟へと向かうのだった。海底だからこっちだよな。仲間ちょうだい。オッケー、ヤジロベイか。一応セーブする。海底洞窟です。
悟空たちは宝物を求めてやってきました。よし。はい。移動入る。移動進む。調べる壁。ここにスイッチがあるぜ。スイッチつける。明るくなった。移動進む。おっと、なんか穴だらけ。話す。ウーロン、何か飛べるものに化けて向こうまで行けばいいんだ。移動。ジャンプ。キャーと後ろから悲鳴が聞こえました。移動、ジャンプ。ブルマたちはどこ行ったんだ？ブルマたちがいなくなってしまいました。移動、ジャンプ。人工的な通路です。あ、進む、入る。あった。建物の陰からロボットが現れた。戦う。万人ロボットとの対決だ。4枚、3枚。1、2、3。ああ、一冊先にしとけばよかった。うわ、ついや。頼む。オッケー。発射券か。うん、まあよかろう。開始。よし。オッケー。オッケー、レベル9。どんどん行く。ストーリー重視。海賊、港です。移動進む3回、調べる地面。移動進む1回、2回、3回、おっと？悟空は穴に落ちてしまった。バンジョーだ、誰これ？こんなのいたか。俺様はバンジョーだじょ？魔族に逆らうやつは死ねえ。やる。わ、これはなぁ、ちょっと苦戦しそうだな、これ。オッケー、まず1回目は勝つ。おぉ、まあそうでもないか。これ買ってくれ。無理か。回転券。ハッシュ券。おわ、タコか、お前。3ダメージ。オッケー。やれー。1枚？わかった。タコ殴り。いやー、これちょっと弱えから。ちょっとね、こいつら捨ててった方がいいと思うんだよね。
でも必殺かよ、必殺はちょっとな。やべえ、 やっぱやろうやろう、早いとこやろう。たこ焼き、よし、マヨネーズたっぷりでお願いします。オッケー、あ、ゴールか。悟空はバンジョーから、ドラゴンボールを手に入れた。波乱万丈だった。はい。やった！三振中だ。調べる、水たまり。つながっている、移動水たまり。タオパイパイ。今度は簡単に負けんぞ。ブルマとウーロンがタオパイパイに捕まっています。マル、いや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 、これ戦うのかよ、本当かよ。ちょっと出てくるところ違わんか。本当か。いや攻略でもレベル8なってるな。でも俺の場合は攻略普通の人プラス5ぐらいいかんとあかんから、 3以上はいかんといかんから、まあ、11ぐらいなけんと俺は釣り合わんのやね。カード4枚の勝負だと。これはね、1,2,3,4 やって選んで仲間呼ぼう。え？仲間来て？嘘でしょ。仲間来んぞ。あ、そっか、 B ボタンだった。悟空助太刀するぜ、頼む。武空術ってお前飛んでどうすんだよお前。おい、ロックって何？よし。3って何？オッケー。まさか、星2で勝てるとは思うんだ。これはさすがに、これ防御力1だからな。必殺技ちっ。おいおい、死んでるぞ。うっそー。ああ、セーブしといてよかった。すぐ戻す。ここでじゃあ。頼むよ。だからなんでお前武空術、これ武空術どうすんのお前。何？ HP とかさ、タオパイパイの注目しても、減らないし、必ず避けれるのかな。マジか、勝てるかこいつに。レベル6なんだけど。いや、次問題なんだよな。お、頼むわ。必殺剣。お、やじろべえどうしたの？ちょっとまた攻略ちょっと見直すね、これね。必殺剣とかってなんかシャキーンとかってなんか切らないのかな？どうせなら今見るか。でも、カリン様の時ね、もう選択だけで先頭飲ませてくれたんだよな。だから多分あれでいいと思うが、うん、ちょっと攻撃とかしないんだよね。3かよ。オッケー。
強いカード出てくれ。デンと加点。オッケー。必殺。よし。オッケー。カメハメハ。聞かんのだよね、本当はね。聞いてる。確実にヒットしてる。オッケー、勝ったぜ。調べる。箱。宝物がぎっしり詰まっています。すごいわ。一生遊んで暮らせるぜ。水たまりどこかにつながっている。移動行こう。でこれで出ればいいんだよね。オッケー。宝物を占いババの宮殿に持っていくために宮殿に向かった。よし。はい、そしたらね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、占いババの宮殿の手前でお会いしましょう。またね。